こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロのオンライン限定で購入できるですね、ナイロンボディーバッグ。こちらが大人の男性には、 ありか、なしかというテーマで皆さんに動画をお届けしたいと思っています。まあユニコにはね、様々なアイテムがある中で、まあバッグにも力を入れてるわけですね。まあ最近はですね、バックパックも結構人気だったりする中で、結構ですね、ナイロン系のボディーバッグというのも定番的に出しているんですが、最近ですね、ユニクロで改めてですね、このナイロンボディーバッグというものが発売になったわけですね。これをちょっとですね、実際に今回は買ってきたので、そちらをレビューしたいなと思います。 思ってます。オンライン限定で店頭には並んでいないんですね。なので皆さんもですね、気になってるなぁという方いらっしゃるのかなと思います。そこでですね、実際に買ってみました。ちなみにこれ、価格がですね、税込みで1500円ということで、めちゃくちゃ安いですね。今僕が着ているですね、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイド T シャツ、これも1500円なので、同じ価格なんですね。 まあ通常で言ったらありえない価格設定で、まあユニクロらしいですね、リーズナブルな価格帯にはなっているわけなんですが、ウェブで見る限りはですね、形が僕はすごく美しいなと思っていまして、ベーシックで使い勝手が良くて、なおかつですね、バランスの良い,いデザインなんですね。 これ、すごくいいと思います。大きすぎず、小さすぎず、着こなしの中にうまく馴染むというところで、非常に完成度が高いなと思ったんですね。ただ、オンラインで見るのと、実物で見るのとでは、やはり感じ方が違うので、そのあたりはですね、正直にレビューをしていきたいなと思っています。まあ、先ほどもお伝えしたように、デザイン的には間違いなくいいと思います。あとは、機能性ですね。このあたりも使い勝手は良くて、内側の机とか、そういったところも重要かなと思うんですが、中 開けてみますと、えー、このようにですね、今荷物いくつか入ってるんですが、えー、iPad mini これぐらいが余裕を持って入りますというのと、あとはですね、僕は AirPods を使っているのでこういったものなんかが入っています。まあ内側はこんな感じで結構ペットボトル1本ぐらいだったら入っちゃうのかなというサイズ感ですね。ポケットもね、ちょっとこう2つ。 内側についていまして、このあたりも使い勝手がいいのと、あとは後ろ面ですね。こちらにもですね、えー、ジップがついていまして、ポケットが別でついています。 こちらにですね、今回はお財布を入れてるわけなんですが、まあ、オフで使ってるブリーフィングのお財布、小銭入れをこの中には入れていますという形で、結構収納量としては十分すぎるぐらいかなと思うので、夏場手ぶらで出かけたい時にはこういったものがあるといいんじゃないのかなと思いますね。まあ、収納量とか使い勝手も丸というところなんですが、気になるのはですね、素材感なんですね。これ、オッシャー加工が施された汚れの目立ちにくいナイロン生地ということで、 えー、まあ、ナイロンの生地なんですが、ちょっとね、こう、張りのあるナイロンというよりは、ちょっとですね、波打つようなシワ感がですね、見られるんですね。これが好き嫌いが分かれるところかなと思うんですよね。ちょっと皆さん近くでお見せしたいなと思うんですが、どうでしょうか。 こんな感じの生地感なんですね。パリッとした感じではないんですよ。このあたりがですね、結構カジュアル見えするので、好き嫌いが分かれるところかなと思います。個人的にはですね、ん、正直もうちょっと張りのあるようなナイロンの方が好きなので、この生地感はオンラインではちょっとなかなか伝わりづらいかなというところで、オンラインの場合はブラックのもっと深めの感じに映るんですが、割とですね、ブラックの中でもスミクロに近いような感じで、割ともう 本当に深いブラックという感じではないかなと思います。 はい。まあ今回僕はブラックを購入したわけなんですが、他にもカラー展開ありまして、ベージュですとか、オリーブですとか、あとはパープルなんかもあるんですね。まあ、差し色としてのパープルも綺麗なんですが、やはりですね、価格は1500円ということで、決して高くはないですよね。そうなると、色の雰囲気だとか質感とかのバランスで言うと、あんまりこう高見えしないというか、ちょっと着こなしの中で浮いてしまうかなと思うので、まあ、ちょっと綺麗な色を買うのであれば、もうちょっと 価格帯を上げたものを買った方が僕はいいんじゃないのかなということでパープルはちょっと今回は避けましたまあ、街で見かけた時にもちょっとパープルだと派手でまあ、ユニクロっぽいなっていうのが感じてしまうかもしれないのでちょっと僕は避けたんですねあとオリーブですとかベージュなんかは着こなしに馴染むかなとは思ったのでいいなと思うんですがまあ、ブラックなのかオリーブなのか僕は二択で迷ったんですがまあ、このような1500円というリーズナブルな価格帯であればあんまり冒険しないでベーシック ブラックなななもののをを選選んだ方がが僕は失敗が少ないのかなと思ってブラックを選びました結果として、個人的には満足はしています。なんといっても、1500円という価格帯が、ま恐るべきもので、もっと高い価格帯を出せば、生地の質感が良かったりだとか、デザインのこだわりがさらに感じられるものもあったりするかもしれませんが、1500円でこのクオリティというと、うむも言わさず、納得せざるを得ないというような、まあ、そんなアイテムかなと思います。まだだナイロンバッグととかかお持ちじゃない方だとか、まあ、旅先で 何かかショルダーババッッググ的ななななものののが欲しいなといいいいとととううううここでであればまず最初にこのボディバッグを買うというのは間違いないかなと思うんですね意外とボディバッグってゴテゴテ装飾があったりだとか多色使いをしてたりだとか持つと失敗しやすいような NG 系のものが多かったりするんですねそういった中でこれぐらいデザインがベーシックでなおかつ気軽な価格帯機能的には使い勝手がいいものというのは他には比較するものがないぐらいなのでそういった点では評価はできるかなと思いますただ僕自身 自身がめちちちゃゃくこれをでですすすねね愛るかかとととといいううょっ難しな思んじゃあ、これどのように使うのかというと、やはりですね、夏場の着こなしの中にはですね、すごく使い勝手がいいかなと思ってまして、今回はですね、ユニクロ用のエアリズム T を着てきたわけなんですが、色はグレーですね。まあ、このようなシンプルな T シャツって夏場には活躍するものなんですが、まあ、どうしてもシンプルに見えすぎてしまうんですね。今このように時計とバングルはしてますが、まあ、ちょっとこう、ベーシックだなという時に、こういったボディーバッグがあることで、まあ、ちょっとこう、 着こなしのアクセントにもなるんですねちょっとかけてみましょうか こんな感じですね。まあ、ベルトの長さを調整して、大体一致的にはですね、バックの中央部分が溝落ちに来るぐらいが僕はバランスがいいなと思ってまして、このような形でかけてもらうと、やはりですね、着こなしの中でワンポイントアクセントができるかなと思います。このアクセントがパープルだとちょっと強すぎるかなと思うので、オリーブオアブラックが使い勝手がいいかなと思います。今ダークグレーのですね、T シャツを着てるので、まあこういったものにはですね、結構ブラックでシャープにまとめてしまうのが かなと思います白 T を着る場合はブラックでもいいんですがコントラストは結構強くなるのでまあ、オリーブぐらいでもいいかなと思うのでこの辺りは好みで選んでもらうといいと思いますね、まあ、このように実際にかけてみるとすごくバランスがいいと思います遠目から見るとすごくですね形がシャープで非常にバランスがいいので生地のシワ感っていうところはほとんどわからないかなと思うのでそういった意味ではすごくバランスがいいかなと思うんですねですのでおしゃれ初級者の方がこのようなショルダーバッグを着こなしの一部と そして使いたいですとか、あとは旅行、旅先で使いたいという時には、すごく重宝するかなと思います。まあ、夏場はですね、皆さんお出かけする機会も多いと思うので、まあ、そういった機会にはぜひ皆さんには使っていただきたいなと思います。 で、じゃあ僕自身がこれをですね、ガンガンに活用するかというと、ちょっと難しいかなというところが本音ベースなんですね。まあ、デザイン的にすごくベーシックで使いやすいんですが、ちょっとね、こう、体の中心に来るという意味では、もうちょっと癖があってもいいかなと思ってまして、まあ、そのあたりは、やはりスポーツブランドのものがすごく使い勝手が良くて、まあ、僕は普段から皆さんにお伝えしているのが、まあ、このようなアークテリクスですね。 マンティス2という形を僕は持っていますが、まあこういったものとか、あとはですね、ノースフェイス、パープルレーベルだとか、そのあたりのものなんかは、やはり体の中央に来た時にワンアンクセントになるので、すごく使い勝手がいいかなと思いますね。まあちなみにこちらもかけてみましょうか。はい、こんな感じです。まあこちらの方がですね、丸みのあるコロンとしたデザインになってますよね。見えますかねはい。ねえ。 そして、ま、なんだかんだでこのアークテリクスのロゴが一つのデザインの一部になっているので、このあたりも含めて楽しむことができるかなと思います。これがノースフェイスだったりだとか、あとはパープルレーベルだとか、他のブランドのロゴでもやはりデザインの一部として機能してくれるかなと思うので、ま、ちょっと値段は上がってしまうのが最大のネックではあるんですが、 おしゃれ、中級者以上の方であれば、こういったスポーツブランドのものが使い勝手がいいかなと思いますし、まあ、なるべく予算を抑えたいんだとか、まあ、旅先で使うっていうところに限定するだとか、まあ、最初の一歩というところではですね、このユニクロがすごく使いやすいかなと思うので、 え、ぜひ皆さんにはお勧めしたいなと思います。まあ、デザイン的なところで言うと、丸っこいのも可愛くていいんですが、この形自体は完成度は非常に高いと思いますね。なので、かえってこうアウトドアブランドのロゴとかがあるものが嫌だという方には、ユニクロの方がハマりやすかったりするかもしれないので、まあ、そのあたりはですね、皆さんの好みに応じて使い分けていただければなと思っています。 はい、ということで今回の動画ではユニクロから発売されているナイロンボディバッグですね。こちら1500円オンライン特別商品ということで、なかなか実物を見ることができないという方多いかなと思うので、実際に買って皆さんにレビューさせていただきました。まあ、結論を言うとすごく良いと思います。価格とデザインのバランスで言ったら最高です。コストパフォーマンスが最高なんですが、ただですね、おしゃれが好きな方にとってはちょっと物足りなさは感じるかなと思います。まあ、ブラックだとシンプルすぎてしまうし、パープルだとやはり ちょっと強すぎて着こなしの中に浮いてしまうというところ他のオリーブだとかベージュに関しても悪くはないんですがやはり中級者以降になれば1点ずつのアイテムの質をちょっと高めて全体のバランスを整えたいという方も多いかなと思うのでまあ、そういう時にはですねアークテリクス、ノースフェイス、パープルレーベルあたりがいいかなと思いますしまあ、レザー系のショルダーバッグなんかもですね大人の男性には似合いやすくてそのあたりはアニアリーだとかそのあたりがですね使い勝手がいいかなと思うのでこういったボディバッグ、ショルダーバッグ系の動画他にも僕は用 ししててますすののででそちららを見なながらですね検討してみるのもいいかなと思いますということでね、結構本音ベースでお話ししてしまいましたが、これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、 僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思ってます。そして最近ですね、なかなか動画を見る時間がないなという方のためにですね、オンラインサロンというものも運営しています。そちらはですね、1回あたりだいたい1分前後で読めるような記事をですね、1日5本前後出してますので、気になる方はですね、こちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。